こんにちは、シーバードです。今回はゲストがいます。どうぞ。国産ギターマニアのスーチャンネルです。スーさんです。今日はですね、埼玉県の本庄市、ずらっとギターが並んでいるんですけれども、楽器屋さんじゃないです。はい、ラーメン屋です。スーさんのね、チャンネルでご紹介させていただいているかと思うんですけれども、はいはい、ジライヤさんに遊びに来させていただきました。で、スーさんがね、ギター、どんなギターが置いてあるかっていうのはスーチャンネルの方で紹介してくれているので、今日は何本か鳴らさせていただきたいと思います。はい、楽しみですね。それではたくさんあるんで、この中からちょっと選んで、ブランドごとにというか、はい、いくつか選んで鳴らしていきたいと思います。はい、でまずね、スーさん的なおすすめ、はい、こちら。そうですね、リアルヴィンテージっていう、リアルヴィンテージ、はい、RV なんですけれども、はい、フェンダージャパンのカスタムエディション。カスタムエディション。これは、まあ、カスタムショップじゃなくて、カスタムショップじゃなくて上位機種の証みたいなものだと。日本の、はい、ジャパン製、そうです。不次元、不次元製ですね。不次元の上位機種、はい、カスタムエディション。カスタムエディションですね。これが何年ぐらいのものですか。大体93、4年のものじゃないかなというふうに思います。あとフェンダー USA どれかね。はい、USA はこの指板が一番薄いやつですね。明るい指板のものがあるんですけど、 USA の、50周年アニバーサリーモデル。50周年アニバーサリーモデル、はいですね。綺麗な目が出てますけど、はい、2004年製になります。あ、そうなんだ、はい、あ、本当は50周年が書いてる。ストラトキャスター生誕が1954年で、2004年製、まあ、50周年ですね。プレートにも書いてあると思います。2004年、なんか若く見えるけど、もう20年近く前ってことだ。そうですね、18年前。フェルナンデスでございます。シーバードさんといえばっていう感じですよね。まあ、これは有名なザ・リバイバル、はい、リバイバルシリーズですね。ですね、はい、RST、 RST、 これ何年ぐらいの感じ。おそらく80年代製じゃないかなと思うんですけれども、はい、81年ですね81年。はい、そんなに40年、はい、だからキエロボです。こすっちゃうと消えちゃうやつです。キエロボはこんなに綺麗に、こすったら消えちゃったんですよ。若干 F の端っこが、これもあの後半になってくると、あの、うん、バスウッドに切り替わっちゃうんですけど、アルダーです、ね、アルダー、はい、あのアメリカ産のちゃんとしたアルダー使ってるというところで話題になったモデルです。はいはいはい、はい。じゃあまず RV、はい、これがジャパン、はい、SE54 の RV。 これね、ネックが若干 V 寄りでも太めな V 寄りで、こっちがね VU みたいな感じでね、こっちにぶつれて U になって、ここが一番 V になってる。感じがしない。そうですね、うん、握りやすいよね、うんうん、押さえやすい、太いけど押さえやすい。 でもやっぱネックの太さが、ちゃんと反映されてる感じする、ね。でこれ90年代のものなので、いわゆるこう特徴的なこう膨らみが出てるタイプですね。グッピーヘッドって言われてる
確かにちょっと若干ふっくらしてる、はい、これがね、例えばアルペジオとか弾いた時なんかも1音ずつちゃんと聞こえるっていう感じですね、ちゃんとね。こちらがそうですね、生産50周年モデルですかね、2004年製だと思います、うん、はい、若干ね、薄い感じになってます。でもね、薄い方じゃない、はい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 、普通よりちょっと厚手だけど、今までの2本よりは薄めな感じがする。なんかその指板の感じとかって、もしかしたら若干平らだったりするんですかね。そうだね、あれがね、遅いね。なんでピックアップの違いなのかな。さっきのがね、早くスパーンって出たね。ボリュームとかいじってないんですけど、違うよね。最後はフェルナンデスの RST。 はい、 RST ですね。ザ・リバイバル、リバイバルシリーズ、はい、あの材もあのアメリカのオレゴン州から取ったアルダーでできてまして、お、まあ、あのアルダー特有のこう節が本当だ、はい、はっきり出てるんですよね。本当だ、なんかこれ見よがしに出てるね、これね、はい、まあ、いわゆるそのフェンダーが取ってるとこと同じとこですよっていうのをアピールしたモデルでは、まあ、当時それで話題になったモデルですね。結構忠実に頑張って当時フェルナンデス作ってるんでしょう。ああ、そうですね、80年代の、はい、結構なんかこの間千葉管楽器のマイスター尾崎さんも言ってました、うん、ブリッジが結構本家にすごい似てるということで、はい、かなりこの辺 もう本物ばらして精密に調べて寸法を取って作ったんです。なんかナット幅もね、ちょっとやっぱ細いような気がする、うん、握りやすい感じ。やっぱりその FST の時もそうでしたけど、うん、日本人に合わせて石をこう固めていったところもあったりするので、その辺の名残ももしかしたらありますね。やっぱ優しいね、優しいなんですって。俺たちに優しいギタリスト視線で日本人の平均的な人に優しいね。これ 5A です。あ、 5A ですね、はいはい、ヴィンテージだけどここは 5A 仕様になっていると、はい、まあ、使いやすく、はい、なってますかね。じゃあ若干ちょっとモダンさも入りつつ、ね、はい、ありつつですね。
ちょっとフロントからいきましょうね。どっちかって言ったらきらびやか系かもしれない。さっきのドカーンやそうですね。ジライアさんでストラトを試奏させていただきました。どうもありがとうございました。